すごいわ。これで上から雲の糸からこう少しずつこう下の方に下がっていってヒューと落ちて、ここの中のやつが取れると。あ、来た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 。はい、なんもない。あ、回ってる。寿司が回ってる。なるほど、ボタンの押されるものが変わったんだ。開いてる。エメラルドブロックが開く。はあ、開いたー。よいしょ。あ、宝箱かよいしょ。いや、すーごい。全部に意味があるの、やばすぎるね。いや、すーごいわ。はい、ドン。かけらだもんで、四角形になるってこと？どこ、わかんない。どこに入れればいいんだろう。三角形を2個作りましょうってことでいいのかな。あ、そっかそっか。こういう三角形を作りましょうでいいのかな。今入ってる場所、ここ入ってる。今どこ入ってたっけ？上って入ってたっけ？いや、入ってない。右下が入ってた気がする、確か。ボタン押した意味はないです。ボタンは全くもって意味がなかったです。回して納豆の位置直さないと。ん？今、あ、中に入れない。左下入れないって話か。今どっか開いてないかな。あー、開いてる！よかった。開いとった。そして、はい。はい。はい。これでいいよね。ふぅ、よかったよかった。はいっと。やって。さあ、開いてくれますように。一番しっくりくる三角形はこの三角形だ。お願いします。開いてください。一番しっくりくる。だって、ほら、見てこれ。こういう三角形絶対あり得るってこういう。うん。はい。さあ、どうだ。さあ。開いてる！開いてる！マグマブロック！おー！これは、どんどん進む！サクサク進む！くー！マグマブロックはここだ！ドン！ドン！はい！さあ、この中に入ると何が起きる？よいしょ。はい！うえい？うえい？これが動いてんのか。どこからのボタンが最終的に来るんだ。どこからどういう行き着く先は何。あ、ここがスタートか。ここからスタートする的な感じ。感圧もある。どこどこ感圧板。感圧板どこにある。見えてんのか。なるほど。やば。なるほど、そういうことか。あー、はい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 、そういうことだよね。つまりは違ったわ。私が思ってたのとは全然違ったわ。一応これでさ、こうやってやればさ、全てがこうやってつながるんだけどさ、全然多分そういうことじゃないんだよね。感圧板持ってきたら何が起きるんだろう。感圧板を持ってくると、あ、横に、ほー、道ってことか。つまりこう行ってこう行ってってことだもんね。出口はどこ。出口はここでいいの。じゃあ今出口まで行けない。あ、ここに出口があるのかな。じゃあ向こう側に出口があるって考えたら、あ、でもこれで行けなかったな。あ、ここ感圧板にちんとかんのか。だから、でもさっきの、でも行けてるはずなんだよな。そう、コンパレーターどうなってるか見てみようか。コンパレーター、何コンパレーター。コンパレーター行き止まりになっちゃうのか。でもあれ、コンパレーターは一方通行ね。なるほどね。なのでこれは反対のコンパレーターだったらいけるはずなのか。こうすればこういう風にはいけるはずだよね、多分。いけねえわ。逆になってる、もしかして。あれ、私が向かってる方向逆だったりとかする。左がコンパレーター、右がレッドストーンリピーター。左がコンパレーター、右がレッドストーンリピーター。合ってる。あ、でもこれ全然向き逆だったわ。これってさ、ここまでいけんのかな。行ってみるか。あ、やっぱいけないんだ。なるほどね。だからこういうところはこういうのにしんとかんのか。こうするとこういってこっちまでいけるってことだもんね。で、最後にこの向こうに行けば多分いいはずだから、だからここを、これコンパレーターでいけるじゃん。最後これでこうして、で戻す。これでいける？ああ、これが違うけども、これも別に。
ひえこことここは絶対にトラップドアじゃないとかあんのか。でここはここも100、ん、ここ変えれる。ここは別にトラップドアじゃなくていいのか。でここをトラップドアにした方が簡単な気がするな。ここは、あ、でもそっか、ダメだ。そっか、やっぱここは絶対トラップドアか。トラップドア、トラップドア、トラップドアでコンパレーターにしないという感じだね、多分。だから、あ、こっちから行く？こっちから行って、そしたらここをコンパレーターにできるのか。で、最後に、あ、うん、そっちの方が良さそうだな。左から行った方が最後が楽なのか。あ、これで行けたっぽない？さあどうだ、これで左から行けるはず。あ、おお行けた。あ、え、なんかめっちゃ道続いてる、めっちゃ道続いてんだけど、超続いてる道が、すごいすごい続いてる。えい、あ、ここに出てきた。おおおおおお、それで何が変わるんだ。水が下に落ちてる状態になってる今で。あ、橋が下がった。あれ、どっから来たっけ、ここ。ででん。え、これ右。ここにも道あるぞ。そういうことだよね、絶対。だって、ここが空いてるのが道ってことはさ、これも道でしょ、多分。これでいいか。行ってみよう。さあ、あ、やっぱあるんだ。わー、すげえ。いやー、は、なにこれ。左じゃないですよってこと。じゃあつまり右に行きなさいってこと。え、なんかいっぱい道つながってない。え、なになんか知らんとこいっぱい出てきた感じ。え、これ出れるとこある。え、え、全部つながった。あ、上がれる上がれる上がれる。これ上がれんのはでかいっしょ、絶対。お、はあ、はあ、終わる。今度こそボタンだよね、これ。一発でいけるかな。一発というか、何もしなくていけるかな。長い、あ、そっか、入れないんだ。でも、はしごから。え、これ回す必要あるかな。回した方が絶対いいよね、でも。柵ないからいけるかな、わかんない。いけるかもしれないし、いけないかもしれない。え、とりあえず、柵じゃなくて、回さないでやってみる？とりあえずは。あ、そう、入れないんだった。え、これ絶対遠いから回さないと間に合わないっぽい感じするよね。まあ一応やってみるか。はい、ドン。あ、でも外周回るからいけんのかな。どっちにしても回した方が早いのは間違いないよね。はい、もやし行かなくていいのか別に。いや、無理っぽいな、やっぱ。あ、でも近道すればワンチャンいける。でも回した方が絶対いい気がする。回しましょう、これは絶対回した方がいい。ということで、ガシャコーン、こうやり、上行かんくてよかったかもしれんけど、これで回る。はい、回った。さあ行くぞ。よいしょ。さあ、あとは、あとはこの上に乗って一緒に回るだけ。ああ、ああ、いてー。よいしょ。さあ、はい。え、早っ。タイミング読まんとかのやつか。上に登るまでにめっちゃ時間かかったもんね。あの、続く時があるよね。これとこれとこれが続くもんで、それ考えていった方が絶対いいよね。もう次から？これ3個続くもんね。ええー！もういや、いいよ。いた方が早い気がする。そうだよ、ここにいた方が絶対早いじゃんね。どのタイミングなんだろう。あ、明るさでわかる。明るさで。暗い、明るい、明るい。あ、だから地図でそもそもわかるわ。じゃあ、何でやってみる？明るい。明るい。明るい、はいはいはい、この辺よいしょ。これで明るい、明るい、はい、ギータいない。今どこで押した。ここで押したよ確かね。だもんで、もう一個手前で押してみよう。鉄火だね、鉄火、鉄火で押してみよう。はいはいはい、ここ。次、明るい、あ、明るい、ぬーん、いいのか別に。行けてたのか今。今行けてたのか別に。今行けてたんだ。私、あ、下に入るだと勘違いしてたわ。鉄火のちょっと前ぐらいがちょうどいいかな、多分。
オッケーオッケー。さあ、もう完全に終わりが見えた。これで、あ、ちょうどいい。ちょうどいい。よーし、終わるぞ。さあ、これですんなり上の方に上がれて、はい、ドゥン。ドゥン。はい。よーし、やったー、いったー。おっ、おっ、ポチッとな。え、またそんな感じのやつ。え、どこが正解？なにこれ、なにこれ、ちょっと下手に行きたくないんだけど。なにこれ、なにこれ、どこに行くのが正解なの？これ何が消えてる？あ、上の入り口が消えた感じ。え、これ長くね、すごく。あ、一周してここ上がってくってこと？でも次ここだもんな。普通に一周しようってことだよね。え、待って、結構長いんだけど、これ行っていいのかな、行っていいのかな。うわー、ダメだった。あぶねー。だ、一周しようってことだ、つまりは。一周してここに行けってことだ。そう、はい、おー回転寿司。途中行けない場所あったりとかしない？いや、ちょっと、あ、違う、ちょっと、あ、いやー、は、間に合いますように。ねえ、ここもあるんだけど。いや、なってない。え、え、なってる？あれ、こっちが、あれ？なってる？これ、いけるような、いけるなってる？これ。あ、どっちが来てる？あれ？待って待って、逆か？こっちから来てんのか？で、こっちを行けるようにしんとかんの？ここを。マジで行ってる？でも、今回はこっち行かなくていいのか？だもんで、これを、ここに持ってけってことだよね。でも、右行くにはさ、足りんくない？あ、そっか、こっからここだもんで、別にこことか必要ないのか。こっからここのことだけ考えりゃいいのか。とりあえず、ここはこれでいいのか。上から行けるもんね。上からも行けるし、こっちからも行ける。じゃ、ここと、ここか。一番大事なの。こことここ。こことここが大事。あとは、コンパレーターで行ける感じかな、多分。あれ、これ結構早く行けるかもしれない。あ、これで一応行けるっぽいか。そうだよね、これで。あ、でもここ、入り口、ないんだっけ今。いや、あ、そう、ここ、帰れないのか、これだと。じゃあ結局全部なのか。6つ。結局こことこことここ全部いけるようにしんとかんのか。やば。ワンちゃん今頑張っていけないかな。うんうん。あれ？いけた？天才。さあ、あとはもう走るだけだよね。通路は全部出来上がってるはずだもんね。走るだけ。よーし！鉄火巻きの手前ぐらいからね。いくぞー。はい。はい、もうここでもいい気がする。さあ、クリアするぞ。まずはここに入り込む。そして、あとはもう走るだけ。いくぞー。はい、よーし、いくぞー。いけー、多分全部いけるはず。ほい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 、よし、オッケー。さあ、そして次もあるけどもいけるはずで、これは右から、関係なかった。じゃあこっちか。早くない？早くない？寿司ショートカットできたりとかする？はしご寿司ショートカットあるかな？え、どうなんだろう？もう一回やってみる、とりあえず。そう、上川説あんのかな？だとしたら、こんなに頑張った意味がなくなっちゃうのでも。え、もう一回やってみよう、とりあえず。そう、下つなげた意味がなくなっちゃうよね、あそこ一生懸命。そうなんだよ。だから、ないと思うんだよね。あ、めっちゃ速くなった。あと何秒？ 1、2、3。うせ、ここからいけるんかい。惜しかったよ、だいぶね。もう一回やってみるか。3秒ぐらい。ぐだり3秒なければいける。あそこさ、両方ともオンにしちゃった方がいいかな。変わらんかな、大して。そう、まっすぐになるかもしんないよね。3秒じゃない。大事なのここだよな、あそこの、この迷路だよね。でも3秒かかってないと思うな、でもここでも。え、これ、ぐだりかな？ぐだりでここまで行くか、やっぱ。ちょ、足、そうだね、ちょっと揃えてみようか。まっすぐにしてみよう。
じゃああとはそっか、一直線でいけるかどうか。あ、もっとでもそれも無理だよね多分。あれがある、シーランタンがあるから、この先のやつも無理なはず。あとは寿司だけども、寿司でいけた場合他の謎がなくなっちゃうから、寿司も絶対使わないと思うんだよな。まあ、あるとしたらここに、この上にさあるっていうパターンだよね。この上にあるから、その2つ分がショートカットできるってのはあるかもしれんけど、水路使ってどうするんだ。水路ってそもそも行く場所違わない。あとこれが、あ、これは一応関係あるか、水路だったら。ここの一直線を作ろう的な話か。でも十分な気がすんな。強いて言うならこっちの方が行きやすいかもしれない。めっちゃ細かいことだけど、どうだろうか。お、あれ、あ、意見はちょっと、あれ、何か変わった。あ、ここが意見はってんのか。そっか、よく、天才だな、本当によく行けたな。天才すぎるな。水路ってどこだっけ。水路使えないよ絶対。絶対使えない気がするんだけど、試した方がいい。はい、あー失敗した。あ、しかも、うわ、これなんでこれに限って連打できないんだろうね。これテクニックでクリアできなくなる人絶対いるよね。でもそれ考えたら他になんかあんのかな。一応行くだけ行ってみる、こっちも。よいしょ、いてててて、嘘、見えなくなっちゃった。あ、ここなんかある。なんかあったけども開いてなかったか、意味なさそうだね。こんな遅かったっけ。まあ、あのテクニックかな、どうなんだろうな。とりあえずもう一回やってみるか。一切ミスしないでいけてどうかっていうのをちょっとやってみたいな。一切ミスしないとどうなるか。いやー無理だな。ほんとでもあと 0.5 秒ぐらいなんだよね。でも確かに寿司でここでいけるかもしんない。ここ手前だね。寿司やってみるか。はい、だとしたらあれだよな、途中のやつの、うーん、恋みたいだね。届きそうで届かない。左下だよね。え、左下で合ってた。左下、あれ左下だっけ。左下だよね。あ、これっぽいな、これっぽいな、これだ。なんだ、騙された。おお、これだ、クリアだ、クリア、これでクリアだ。おしまいでしょ、これで完全に。もう間違いなく、間違いなく、たー、終わった。はあ、ことぶき島の寿司神様、終わった。えんすけさん天才か。コングラチュレーション。やったー、ぴったり4時間、1から4時間のぴったり4時間。いやー、すごかった。ただただすごかったな。ネタバレ部屋、この船の後ろに本があります。あ、後書き、ゴーデンウィーク特に脱出マップがたくさん出てきて、もろに影響を受けて作ったマップ。制作期間は1週間ちょい。すげえな。半年前にもネタはあったものの、寿司のね、なかなかチャスク集できなかったが、とうとう周りに触発されて作ってしまった。予想、まあ、16ページもあるんだけど。まあこれ気になる方はぜひね、クリアしてみてもろうて。他の本ないかな。他の本、ここがゴールでしょ。これおあいっそ。この度はことぶき島の寿司神様を最後までプレイしていただきありがとうございました。このような脱出マップを作るのは初めてだったので、拙い部分もあったかもしれません。池田独立操作先生、はい、最後にクリアおめでとうございます。あなたの好きなおしさは何ですか。炙り縁側ってことで、お疲れ様でした。